ねえ、昨日のコンサート超エモかった。マジで？すごい雨だったけど行ったんだね。雨とか全然関係ないし、ああ本当やばい、マジよかった。でも BTS の方がかっこよくね。はあ？関係ないし、もう ISI しか勝たん、もう ISI しか勝たん、もう ISI しか勝たん。そんなに好きなのお前くらいじゃね。はあ？昨日のコンサートとても感動しました。本当ですか？昨日雨が強かったですが行ったんですね。雨でも全然関係ありませんよ。ああすごく良かったです。しかし私は BTS の方がかっこいいと思います。いいえ関係ありません。もう ISI が一番好きなんです。もう ISI が一番好きなんです。もう ISI が一番好きなんです。そのくらい好きな人はあなたしかいないと思います。ねえねえ、昨日のドラマの最終回見た？見た見た、ラストシーン超エモかった、超エモかった、超エモかっただよね。空港で彼女が泣き始めたところめっちゃヤバくなかった？それな、お母さんと見てたんだけどお母さん泣いちゃったお母さんが先に泣いちゃったんだね。そうなの。昨日のドラマの最終回を見ましたか？はい、見ました。ラストシーンを見てとても感動しました、とても感動しました、とても感動しました。そうですね、空港で彼女が泣き始めた時とても感動しませんでしたか？そうですね、母と見ていました。母はとても泣いていましたお母さんが先に泣いてしまったんですね。はい、そうなんです。ねえねえ、愛ちゃん、まーちゃん大丈夫かな？どうかな、私もめっちゃ気になってる。まーちゃんさ、彼氏と別れてからめっちゃ暗いよ。それな、まーちゃん見てるとこっちもエモい気持ちになるし、こっちもエモい気持ちになるし、こっちもエモい気持ちになるし。次の土曜日まーちゃん誘って池袋でも行く？マジそれ、今は一人で考えない方がよくない？愛さん、マサヨさんは大丈夫だと思いますか？どうでしょうね。私もすごく気になってるんです。マサヨさん、彼氏と別れてずっと暗いですよね。そうですね。マサヨさんを見ていると、私も同じ気持ちになります。私も同じ気持ちになります。私も同じ気持ちになります。次の土曜日にマサヨさんを誘って池袋へ行きませんか？そうですね、今は一人で考えない方がいいかもしれませんね。宿題やった？やったよ。俺はまだゲーム楽しくて宿題マジ無理。もう夜11時だし。しなくて OK、 川島先生優しいから大丈夫。いや大丈夫じゃない。え？
今日のも宿題の問題、明日のテストに出るって。それ知らなかった。ピエン。もう宿題をやりましたか？はい、やりました。私はまだです。ゲームが楽しくて宿題ができません。もう夜の11時ですよ。あはは。しなくてもいいです。川島先生は優しいですから大丈夫です。いいえ、大丈夫じゃありません。どうしてですか？今日の宿題の問題が明日のテストに出ると言っていました。それは知りませんでした。とても残念です。